トライ。ディフェンダー3人に囲まれながらも巧みなテクニックでぶち抜きドリブル。小屋勝ちでうまい。狭いスペースですげーな。今の堂安うま、あれだけ囲まれたライン際でそのプレイ選択できんのかよ。今の堂安やばいな、引くくらいうまい。堂安今のはうますぎる、初心者の私でもわかるレベル。堂安のドリブルあまりにもうますぎる。あそこから反転してダブルタッチはもうメッシなんよ。歯の治療するだけで人間ってここまでプレイの質変わるんやな。キレキレやん。やっぱり歯が不調の原因やったんか。代表で竹と伊藤純也が活躍しまくってて絶対触発されてる。マジで右ウイングは最高の競争してるわ。とりあえず11月の代表復帰は射程圏内やな。久保は疲れも溜まってるだろうし、来月は堂安プレイタイム与えていいんじゃないか。堂安のドリブル突破は今季あまり見られなかったけど、やっと調子が出てきたのかな。堂安と息の合う選手がいれば得点につながりそう。このテクニックは伊藤にはない堂安の強み。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。